皆さんこんばんは。こんばんは、ナイスドームの2人です。松坂です。小崎です。なんすか今日。いや今日なんすか今日。違うスポーツのチャレンジしてみたいなと思って。そうなんですね。はい、はい、もう皆さんですね、察してると思いますが、今日またこの人来ました。武蔵です。お願いします。お願いします。すいません。なんか野球小僧みたいですね、今日。そうですね、今日は。クロークなんか持っちゃったりして。持ったりして。優しいです。2回目の登場ですね、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。本日は野球を語っていただくために。そうですね。はい、結構あれなんですよ、僕らの、アンダーマンのお客さんがですね、お客様がですね、野球関連がかなり多いと。はい。はい。結構e コムサイトの、アンケートを取ってもですね、今やってるスポーツだったりとか過去にやっていたスポーツっていうのが野球がダントツなんですよね、実は、はい、なのでですね、その、ご要望にお答えしまして、今日は野球用品を、はいはいはい、ちょっとご紹介できたらと思います、はい、じゃあ今日は何を紹介していただけますか。このグローブも気になるところなんですが。そうですね、じゃあ僕持ってきます。置いといて、はい、僕持ってきます、こっちですか今日は。いやもうやめてください、ちゃちゃやめてください。置いといて、はい、今日、僕と尾崎が着てる、はい、この、はい、ジャケットとパンツ、はい、ご紹介させてください。そうですね、これなんか例えば開発の背景となんかストーリーとかちょっとあれば、はい、どんな人になんか着てほしくて作ったのかっていうのをちょっと聞きたいと。はい、そうですね、一応その、日本の野球用品ってやっぱこうなんとなくもう地味な感じとか、ザ・ジャージみたいな。確かに、確かにそうですね、あとは高校生までかなり縛られてますからね。そうですね、ルールもあったりして、はい、そうですね、いった中で、そういったものに縛られず自分の好きなものを着れるように、っていった中で、野球用の、アパレルとして、ちょっとこういった派手めな、自分自身をこうちょっとさらけ出せるようなデザイン、表現する感じ、表現ですね、アイデンティティですね、はい、っていうような意味を込めて、こういった野球用アパレルを、展開しております。これ結構色合いも派手で、はい、でもちろん、はい、デザインだけじゃないですよ、尾崎さん。やめてください、もうすぐなんかデザインとか、 なんかエモーショナル、もうエモーショナル尾崎って呼ぶぞ。すいません。そうですね、もちろんこの野球選手の動きに特化した設計になっているっていうのは、特徴としてありまして、投げるときとか、はい、で、投げるとき、打つとき、はい、守るとき、はい、ちょっと黙ってもらってください。黙ってもらってください。黙ってもらって、違うスポーツなんで。やめてください、やめてください、はい、一度黙ってください、はいはいはい、すいません、お願いします。この商品名がヤードストレッチウーブンジャケットとパンツ、はいはい、っていうところなんですが、はい、まずウーブンっていうのがこういうシャカシャカした素材、はい、でストレッチウーブンっていうのはシャカシャカだけどちゃんと伸びるっていう、はい、一応そういった、素材を使っておりまして、それをこういう肘が曲がる部分とか、はい、この膝が曲がる部分、はいはい、あとは前かがみになった時に、後ろが、はい、後ろが伸びる、はい、みたいな、なので動きを妨げずにちゃんと風とか雨とかをしのいでくれる、はい、そういったような、仕様になってます。確かに、はい、で一応大きなポイントがこの背面に、はい、切れ込みが入ってる。これを入れることによって、投げる動作であったり打つ動作、しばらく邪魔くせえな本当に。こうっすね、こうっすね。はい、打つ動作も、しっかり行える、プラス、通気性もあって蒸れない、一応そんなような、これすごい特徴がこだわってます、ね。はい、こだわって作ってます。あと、あと細かなディテール、細かなディテール、ディテールって細かいなんですけど、ディテールはポケットは両サイドついていて、はい、ちゃんとファスナーもついていると。ちなみにボトムスもファスナーとかなんかポケット、はい、ボトムスもこう見せてあげてください、皆さん。はい、取り込んでみてください。で、両サイドですよね。はい、両サイド。はい、もちろん後ろにはついてないですよね。はい。ウエストはドローフォードとか、ウエストドローフォードは、はいはいはい、サイズ機が折り込んじゃそうですね、はい、
っていうのもある。なるほど。あとこれあとあなんすか、はい、履きやすいようにこの辺ちょっとゴムになってたりとかして、うん、そうですね、ちょっと細身だけど、まあ、ゴムがついてるから履きづらさを感じない、そんなところ。これじゃあ要は日本で企画されたってことですか。そうです。普段はアンダーマン、まあおそうですね、アンダーマン大体野球だとどのくらい日本で企画されてるんですか。野球はもうほぼ 100% 日本で、はい、全部までやってます。はい、我々がやってますので、はいはい、じゃあこれですね、じゃあしたらこれ上代、どれ価格、はい、はい、トップスが税込みで10,000円、はい、でボトムスが税込み9,350円、はい、はい、2月からの新商品になってます。でカラー展開が2色、2色黒と紺。サイズは S から、サイズは S から 3XL かな、まだですかね、はい、はい、僕が着てるのが今日これ L です。 L ですよね。 L ですね。いや2人とも L なんですけど、はい、まあ、スペック言ってもらって、まあ、あの武蔵が身長体重言ってもらってこんな感じです。ちょっと立っていただいて、160cm の、間違えた、170cm の70cm、60ちょっと、60ちょっと、はい、はい、で、はい、こんなちょっと開くと開けるとどんな感じですか。ちょっとひざまずいていただいた方が上は見える。そうそうそう、ひざまずくってちょっと膝をつく、ね、こんな感じで170cm の L ですね、はい、で僕が177cm の L サイズに着てます、はい、でまたこれ2人ともあれですね、 T シャツが、はい、これテック T、 テックですね、これもベースボールで企画されてるテック T になります。これかっこいいですね。結構合わせが、はい、2人とも、はい、色合わせで、はい、いいっすね。なんか、そうですね、今宮選手とか着てるんですか、はい、そうですね、まさに今宮選手の、なんだ、ポップっていうか、はい、まあ、宣材写真みたいなのは、多分全国、はい、的な、まあ、お店に置かれる予定です。もう置かれてるのかな。そうですね、はい、あとキャップもあってますよね、はい、あ、すごいな。あと靴もですよね。靴もはい、合わせてで、こちらは赤ですね。うわー、なんかこれうわー、なんかチャラいな、なんかこのちゃんと結ばないところがいやいやまあこうやってこうかっこよく履く感じもチャラですね。あ、この色がアンダーマン今年のシーズンからなってるんで、ランニングシューズとかとも合わせられると、はい、素晴らしい。でこの限定出してるカラーと、はい、またこのカラーも、はい、フックして、はい、あ、これハイビスイエローなんですかね。ハイビスイエローですね、はい、あ、これはなんかプロ野球 の契約選手の方たちが、はい、そう、出してたやつですね。キャンプで使ってくれてるものと同じ背面は、顔を使ってます。これも今あれですよね、僕らの直営店もそうですし、はい、オンラインサイト、あとは一部の専門店、ね、野球専門店でも一部、まあ、在庫に限りがあるんで売ってるので。これおいくらですか。こちらは38,500円、税込みになってます。まあまあしますね、はい、まあ好評で売れているので、まあ気になる方はお早めに。そうですね、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。でですね、ちょっとお二人は今日新しいやつですけど、ちょ、僕あれですね、今実はまあセールもやってまして、そのセール対象になってる去年の FW19 ですね、出た商品ちょっと今僕着てるんですけど、これ3レイヤーなんちゃらジャケットですね、ロングジャケット、これ3レイヤーなんですけど、はい、はい、この3レイヤー武蔵さんお願いします。はい、3レイヤーは、はい、まあ、この生地が3層素材になってて、はい、外からの、水はきちんとはじきつつ、まず弾きます、はい、で中からはその蒸れないように透湿性があるっていう、はいはい、そういったような素材で防風かつ伸縮性があり、はい、で、防水、はい、防風防水伸縮、はい、あと糖質、はい、でそんな機能が育った、もう生地自体が高機能、こういう感じか、すごいですね、これいいっすね。でもめっちゃ寒くない、これいいっすね。でフードもこれ取り外し可能で、ね、はい、いろんな着方できるんです。中にフーディー着て、これちょっと取ってもらっていいですか、フード。
か。ちっちゃい、ちっちゃい頃思い出すな。散髪屋さんですか。美容室。そうすると、あの、フーディー。あ、フード邪魔な人とか、はい、あとは、あとフーディーを着て、あ、うん、はい、羽織れるっていう。で、ちょっと長めなんですね。これダブルジップになっていて、あとこれ僕パンツも履いてまして、これ3レイヤーパンツなんですけど、これマジ最強、これすごいです本当に。これもすごい、さっきの3レイヤーの特徴と、でさらにストレッチがあっていて、で両サイドにちょっとポケットがあります。そして両ともファスナーがついてるので、まあ物を入れても持ちながら楽しますと。本当これとにかくこれめちゃくちゃ、これいいっすね。野球、野球、冬の野球全然行けますし、ブンみたいな。これいいんすよ。あ、でも松井さんが来てくれて、これ結構いいっすね。これ、これ本当によくて、僕も大好きなんですよ。マジであったかい、まあ、と運動する時も履きますし、あとまあ自転車の時も。でもこれ京平さん結構着てきてますよね、はい、会社に。そうですよ、すごくいいんですよ。パンツ毎日履いてます。すいません、なんかちょっと今かなりお買い得になってます。 40% 分になってます。あ、それ買った方がいいです。トップスも1万円切っていて、はい、ボトムスが、まあ、7000いくらなんですかね。そうですね、ちょっとすいません、僕があの覚えてなくて、はい、リンクはあの貼り付けますので、ちょっと見ていただければと、はい、思います。なくなり次第終わり、こちらも。そうですね、はい、これ本当いいな。いいですよね。ちょっと先こっちか分かんないけど、はい、じゃあすいません、今日は、今日野球詳しくなりました。はい、野球商品を、はい、帽子は被り方合ってますか。あ、いいんじゃないですか、キャラクター的に。はい、じゃあ今日は武田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。またあの野球系は結構挟んでますので、はい、野球系ちょっと僕勉強したいんで、はい、そうですね、はい、皆さん、期待してください。はい、はい、それではまた、ありがとうございました。